世界の鉄道一覧イタリアの鉄道インターシティの車両イタリアの鉄道は交通インフラの重要な部分を担っている。フェロビエデロスタートの子会社であるレーテ、フェロビアーリアイタリアーナが 16,724km を保有しており、FS グループのトレニタリアをはじめとする公営、民間の運営会社が列車を運行している。また、フィー以外に地方自治体、公共企業体、 民間企業が所有する鉄道路線もある。イタリアの鉄道は20世紀半ばに最も拡張されたが、1950年代からは現在において非生産的で時代遅れと政治的に判断され多くの施設が廃止された。続く一覧は、それぞれ資産の経営会社を示す。それぞれの区間で所有を示したのは、鉄道資産のうち経営会社の資産ではないものである。 すべて国の保有、高速大容量鉄道主要路線2級路線カンパーニア州、保有、ロンバルディア州とピエモンテ州保有、カンパーニア州、ピエモンテ州保有、プリア州保有、ラーツヨ州所有、フリウーリー・ベネツィア・ジューリア州所有、カンパーニア州保有、プリア州保有、ウンブリア州保有、アブルッツォ州保有、プッリア州保有、リグーリア州保有、トレント県保有、 暫定的に運輸省管轄で政府の固有サルデーニャ自治州所有、標準機区間、狂気区間、旧 f s の標準機、狂気区間、旧委託路線、旧委託路線、すべて私有、廃線となった古い鉄道路線に復元した、車両により当時の再現を行う形で運営されている。ありがとうございます。